女性が嫌いなコメンテーター、橋本徹、長島和夫を退りけた圧倒的1位は500人に聞きましたとあります。これ500人という母数がちょっと少ないかなっていう気がします。それにしても橋本徹さんって女性が嫌いな、嫌いなコメンテーターに上がる方だったんですね。